はい、皆さんこんにちは。今日は、ローズマリーの酵母ジュースっていうのをね、作ってみようと思います。ぜひ参考にしてみてください。これは庭で積み立て、まあ庭というか畑ですね、のローズマリーです。で、今日は砂糖、グラニュー糖ですね。まあ本当はきび砂糖を使いたいんですけど、発酵を促すのにちょっと今回は白砂糖にしています。あとこちらね、ガイアのお水です。じゃあ始めたいと思います。まず 5% ぐらいの量の濃度で水と割ります。このね、ガイアの水は発酵をね促してくれるお水なんですけど、これでねちょっとかき混ぜます。瓶はジャムの瓶とかね、空き瓶とか使ってもらったらいいと思います。これにね、ローズマリーは洗って、水気をねキッチンペーパーとかで切っていただいて、しっかり使うように入れていきますね。飛んでいった。いっぱいなんかあった方がいいみたいですね。ぎっしりぎっしりですね、入りました。はい、こんな感じですね。で、さっきのねお水を入れます。ちょっと多かったら、ちょうどいいか、ちょうどいいですね。はい、で、ちょっとこれはみ出てるのでちょっとこれでお日様に発酵を促すので、お日様にね、置いとくと、ローズマリー自体にね酵母菌があるみたいなので発酵するそうです。はい、またじゃあ様子をね見てみたいと思います。もう一つですね、このメビースウォーターをね入れてます。最初にね砂糖水を入れる前に数滴垂らしてもらったら、これも一応発酵調味料という形で、はい、発酵を促してくれるのでぜひおすすめです。これはあってもなくてもいいですけど、はい、はい、今日もいい天気ですね。丸一日置いたものです。ではね、ちょっと開けてみたいと思います。はい、では一日ね置いたものを開けてみたいと思います。氷とか入れて飲んでみたいと思います。マリノを注いでいきますよ。はいはいはい、あ、ちょっとこぼれたけど、はい、注ぎました。で、ちょうどね、お花のついたローズマリーがあったので、はい、完成です。爽やかなローズマリーの酵母ジュースですね。ちょっと飲んでみたいと思いますね。あ、美味しい。爽やかなね、爽やかな味がします。なんか体にね、このローズマリーの香りも行き渡って、すごくね、元気になりそうです。ぜひお家でも、ローズマリーのね酵母ジュース試してみてください。ではまた次回の動画もお楽しみください。失礼します。バイバイ。ローズマリーの花です。かわいい。